コマ氏は日本の氏族の一つ。コマや巨一万とも表記されることがあった。コウクリ王族とコウクリ国の人を祖先とするトライ系氏族である。聖は王、オミ、アソン。668年の党白木連合軍との戦いで、コウクリが滅亡した後、王族を含む多数のコウクリ人が日本に亡命している。また、それ以前からコウクリから、 日本列島に重視定着した人々も存在した。彼らの一部が、高来の姿勢を称したものと推測されている。703年に、高栗の王族と推測される、駒若光が王の束を与えられる。武蔵国高来軍の高来神社の宮寺は、若光の子孫を称しており、現在の宮寺は、若光から数えて60代目とされる。若光系の駒氏としては、 この家系が知られているのみである。高麗神社には、若光を祖とする、小増系図が伝来している。750年には、高栗大十九代、高海道の五代の孫瀬名福徳光栄の福神ら、一族が、阿尊の生を与えられる。当時、都来人系氏族に阿尊を与えるのは異例であった。なお、後に、福神は死を高倉と改めている。 同族に、高ウクリ第22代安造を3代の孫から、発祥した駒氏がある。南北朝時代に、武蔵国で、室町幕府に属して活動した武将に、高来京清氏があるが、これは、官武兵士の秩父氏の一門で、高来軍の地名にちなんだ名字であり、駒氏と直接の関連はない。ただし、もともと駒氏だったものが、 その後景府を操作して、官務兵士を仮置かした可能性はある。高来王若光系、高来野村系高来、神社社家系,系図保存王。駒若密。家重聖雲。公認。高来野村、系図公会堂。延京王。福徳。公文福密。大仙福守福延福神。 都の守るどの次を辻三学席丸ロ、菅竹平氏秩父氏系の小間氏。秩父竹本の長男、武家が上記の都来系高麗氏族の地にちなんで小間氏を称した。現在も秩父の近くに高麗の地名が残っているようにその周辺を拠点としていた。一族に、滋賀の白川氏、備中赤木氏、越後植部、本城氏がある。 ありがとうございます。